はい、皆さん、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。本日はですね、こちらバイブルサイズの手帳にインデックスを、まあ、全然つけてなかったので、そちらのね、インデックスをつけようかなと思います。一応、用意するものといたしましては、まあ、こういうさ、可愛い,い付箋だった。<laughs> 熊取れた。ちょっと待ってよ。 こういう可愛い付箋だったり、ちなみにね、もうこれはね、買ってかなりの年数が経ちます。これさ、あ、え、あ、でもマークスなんだ、これ。うーん、初めて知ったこれもかなり前ですね。もう6年ぐらい平気で経ってると思う。きっと買ってから。これもあと100均で買ったものだと思うんですけれども、これもだいぶ昔ですね。しかも開けてないっていうね。<laughs> あるあるー。で、 えーと、プラスこちらはですね、いろんなインデックスが入った袋になっております。まあ、100均で買ったものから、これがね、100均なんですけど、買ったものから、普通にマイタックとか、国用のものからいろいろ入っております。こっちもそうだね。これはマイタックでしょ。あと、私の大好きなこの国用のインデックスですね。これはもう特大タイプになっております。よいしょ。 で、これらを使いまして、インデックス畑をね、ちょっと耕していこうかなと思います。いつも使うペンは、やっぱり大体この末期ですね。あの、万年筆のインクがね、結構弾いちゃうインデックスっていうのは結構ありまして、弾かないんだったら万年筆使うのだけれども、大体これで書いてしまってますね。ということで、やっていきましょう。 じゃあ、まず普通の日記、雑記的なところからですね。これ、熊さんが貼ってあるものなんですけど、これはまあ先日のね、清水編集長が出たクラッチマン TV のメモ書きですね。よし。それどうしようかな。ちょっと、この黄色にしようかな。この100均のね、ものがあと少ししかないので、ちょっとこっちを。 こっちに書いていきたいと思います。まあ、インデックスさ別にあのー、ここに何書くっていうか、まあ、日付はもちろんまあ書くんだけれども、ほぼほぼなんか独り言的なことも書くので、あんまりなんかその検索性っていうのは全然考えていないです。普通にさ、検索性だけを考えたらさ、多分ここにさ、細々文字書いたりする必要ってのはないと思うんですけど、私はインデックスも細々と書きます。2月24日。 24日とまあ本当は小さいシールがあればさそれも貼りたいところなんだが今小さいシールこのワンさんしかないんだよねなんでこのワンさんをどうにかこうにかちょっと貼れるかなワンさんじゃあこっちに貼るかこういうさ小さいシールっていうのはね本当にマジで便利です なかなかさ、バイブルサイズの手帳とかに使うとなると、あまりにも小さすぎて、あまり目立たなくなってしまうんですけれども、こういうね、インデックスに貼る分には、もうちょうどいいですね。こんな感じで。えっ、ー、と、クラッチマン TV メモ。クラッチマン TV メモと。よいしょ。ワンワをと。 で、油性ペンなんで、もうすぐ乾くんでね、そのまま貼っていきたいと思います。なんか昨日さ、めちゃくちゃ花粉を感じたんだけれど、今日そんなでもなかったな。ただ明日がね、なんか関東は春一番が吹くかもしれないということなんで、明日がちょっと花粉症の人にはやばそうですね。 まあ、ただ言ったかもしんないけど私はね自分を花粉症だとは認めていなくて毎年毎年ねあのいやこれはただただただ鼻がね詰まってるだけとかそういうふうにね言い聞かせておりますなんか脳みその方でさ花粉症だって認めちゃうとあっという間に鼻ぐずぐずになってくしゃみ止まらなくなって目かゆくなりそうなんでそこら辺はね脳みそをだましだましやっております これインデックスさ早めに使いたいこのカラー系のやつ使っちまおうこれも2022年の2月24日ですなよいしょこの間セリアで買ったインデックスどこやったんだろうこの短期間になぜなくす意味がわからぬ ししましたこれがこの間セリアで買ったものになってますねこれはね万年筆いけたのよそれもなんか動画で撮ったような気がするんですけどやっぱいけるやつとねいけないやつがあるのでまあ、危険だなっていうものはだいたいねこういう油性のねマッキーとか使った方がいいと思いますあと鉛筆とかかなあとゲルインキとかねこれ何について書いたやつえー、っとあそうだこのねリフィルを買ったんだね 2022年の2月24日、作りろリフィル。まあ、こういうふうにね、もう検索性も何もねえような長文を、このインデックス内にギチギチに書いております。またワンさんハーロー。ワンさん。いいサイズがあるかな。 かわいいね。よいしょ「日記リフィルでごじゃる」と。日記だおと。私の場合もこのインデックス畑については生やすことが目的なのでほんとね別になんだろう 全くねリフィルと関係ないことを書いても全然 OK です。だってやっぱりたまにやるのはさこうやって貼った後にこの上からさこのインデックスが剥がれないようにシール貼るっていうのも結構よくやりますね。なんか切ったとかさこういうちょっと長っぽそうやつ。 こういういのとかをさ、まあ今ここにあるとちょっとここのリフィルの日付と被っちゃうから今はね止めるとしてもこういうテープで止めるに限るんですけれどもベッド。いや手帳をさ持ち歩かない人はここら辺とかさ取れたりっていうのはまずないと思うんですけれども結構ねなんかタフに使ってるとやマなインデックスだとさ剥がれちゃったりするんだよね。 なんでそういうのが心配な人はやっぱりちょっと補強みたいな感じでした方がいいかもしれないです。これは裏を貼るべきだったね。なんで表をテープ止めしてしまったんだろう。わざわざ。よし。で、こうやってね、インデックス畑を作っていきます。このクマさん、ちょっと待って。こっち向いてないで、こっちの方がいいな。よし。こういうなんか、こういうなんか動物系のやつも可愛いですね。キャラクター的なやつ。なんか頭だけピコって出てるっていう。 こういうのもたくさんあるよね。ただ、往々にしてさ、こういう可愛さ重視のさ、付箋ってさ、なかなかさ、剥がれるのよね。<laughs> なんで、クマさんもちょっと固定させまーす。足元固定。特に意味はないが。で、これはえーと、あ、そっか。脂質したやつか。脂質したやつは、白系に書こうかな。 これはマイタックのやつか。マイタックのってさ、多分万年筆、ちょっと滲むのかな紙脂質、あ、全然滲まなかった。すんません。よいしょ。脂質リフィルね。このびっくりマークの懐かしい書き方ね。なんかこういうびっくりマークだったりさ、昔よくやってたのは、まあ今みたいにこうやって、なんかぴょんぴょんってひげ生やすのと、 こういう風にね。<laughs> 輝きを与えるみたいな。そういうのとかやってましたね。あー、ちょっと待って。びっくりマークももう他にもいたわ。こんなのといたいわ。ちょめちょめぴょんぴょんみたいな。あと、これもいたわ。びっくりマーク。懐かしい。昔ね、よく雑誌のさ、特集のページとかで、やっぱ可愛い文字を書こうみたいな感じで、なんか練習帳がついてた時もありました。私が子供の頃はね。川かねー。 あ、でもこれさ、この紙だとすごい濃淡がすごいよくわかりますね。動画だとちょっと見えづらいとは思うんですけれども、肉眼で見るとね、このラミーのクリスタルインクのオブシディアンの黒に見えるけど黒じゃない絶妙なこの色合いが伺うことができます。よし。質質。どっこいしょ。あ、ちょっと。 こんな、ところに貼ってしまったあ。あとさ、このさ、インデックスね、今、バチバチに前のページと被せちゃったんですけど、基本やっぱ前のページと被せない方が断然いいです。<laughs> なんでここに貼ってしまったなぜここに貼ってしまったのか。ちょっとシール貼りたいんだけど、何かいいのありますかここら辺貼っちゃうか。 あとりあえずそこら辺にねあるシールをねこういうふうに消費してでここら辺はあれだな本読んだ感想だねそう金原ひとみさんのね私生きてる作家の中で多分一番好きな作家は金原ひとみさんなんですけどそのね新刊をようやく読みました「ミー e ザ・ワールドっていう。 いや、よかった。あの、最近の、なんか、いや、別に毎回毎回ね、面白く読んでるんですけれども、今回特にいい。どうせだったらサイン本欲しかったけど、今回サイン本あったのかなよくね、東京、あの、丸の内の丸禅とか、あと、八重洲のブックセンターとか、あと、神保町、神保町の東京都書店とかね、サイン本あったりとかするんですけれども、今回はね、全然見えなかったな、それは。えー、っと。 原ひとみミースザワールドねね読書感想文です、ね、なんだろうそのさ作家さんその話とかっていうより私文体とかその人が使う言葉に惹かれて買うことが多いですねその話うんっていうよりかは文体みたいな。 それが私の中ではとても重要です。えー、ちょっと泣いた。多分ねあ、ちょっと泣いたってね、別に泣けるシーンでもないとは思うんですけれども、私はちょっと泣いた。<laughs> い,いや、原稿、この、まあ、普通に今す、存命中の作家で、 ちゃんと買ってるの。毎回毎回ハードカバーのえー、本をしっかり買ってるのって多分、金原ひとみさん。あとはミステリー作家の車線道ゆきさんとかさんぐらいかな。毎回毎回ちゃんと買ってんの。大体ね、私あのね、その作家に浜 ハマると、大体その作家もう、あの、この世界にいなかったりとかするんで、そういうのめっちゃ多い。あの、近年だと、ここ5年ぐらいの話で言うと、服部真由美さんとかもそうだね。服部真由美さんの本、初めて読んだ時に、もうほんとカルチャーショックっていうかなんか、もう衝撃を受けて、えー、この人の著作全部読むって言って、えー、検索かけたらも、ね、もうね、もうね、とうにいなくて、もうほんと悲しかったわ。 そういうのはただありますね。よいしょ。で、これは普通の日記だね。皆さんはだ、だ誰が好きですか作家さんで。だ、誰の作品を読むのかな私はでもまあ一番を決めろって言ったらまあ一番はぶっ、もうぶっちぎりで漱石先生なんですけど、漱石先生と、あと、アゴタクリストフっていう悪道日記書いたね、人ね。その人と、 は、めちゃくちゃ好きだね。これはもうほんとに二大巨頭で譲れない二大巨頭ね。違うそもそもね、なんで漱石先生にハマったかっていうと、あの、夢十屋読んだからですかね。別にさ、高校の時とか、あの、心とかね、教科書に確かに載ってたけど、その時全然何も思わなくて、そんなに。ただ、夢十屋を読んで、 なんて美しい文章なんだって、はってなって、そっからドハマりして、もう大学はずっと漱石先生でしたね。なんかハマるとね、私の場合はもうほんとなんかこうなっちゃうので、めちゃくちゃ熱中しちゃうんで、あと行,行動力が半端ないから、<laughs> その好きなものに対するね。なんでね、めちゃくちゃその文学館とかもしょっちゅう行ってたね。えっ、ー、と、これが例の途中、手帳購入した記念の日だな。 よいしょ、紫でやろうかな。ワンさん、おいでー。ワ,ンワンしょもうさ、別に例の手帳って言わなくても、もう皆さんわかってると思うんで、<laughs> 普通にさ、声に出してしまいたいが、まあ、とりあえずね、その、開封動画をやるまではね、まだ連絡はないので、まだ来てないのかな。あ、でもあれだな、買っ であれメール普通のメールアドレスじゃなくてメッセージに来るんだよね。A の手帳を購入したよと。あれで漱石先生の続きだけど漱石先生それでバチコンにはまってで漱石先生何がいいってさあの弟子お弟子さんとのね関係性がめちゃくちゃいいのでお弟子さんもねあのもうど,どないやねんっていうぐらいキャラ濃い人たちばっかりでそのなんか。 漱石先生っていう作家っていうか人間としての、あの、漱石先生がめちゃくちゃ好きで、で、そのお弟子さんとかもね、とっても私はね、ラブでして、あとハマったのは何かな。ああ、でも、ダ宰も読んでた時いっぱいあったね。で、ダ宰治むのね、あの本を読みすぎるとね、自分の日記の文体もダ宰調になるっていうね。<laughs> 多分これはね、あの、読んでるとね、わかると思う。 あダサイオサムのなんか、この文体ってさ、すごいテンポがめちゃくちゃ良くて、で、かつ、なんか、まあ、情けない描写もあるけど、おしゃれな描写とかもすごいたくさんあったりとか、よくそんなこんなリズムでさ、ポン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 そういう言葉が出てくんなって思うんですけれども、まあ、あまりにもダサイオサムをずっと読んでると、多分ね、この日記とか普通に書いてると、それ、その口調になります、きっと。<laughs> 面白い現象だけどね。で、あと、アゴタクリ,フクリストフとか読んでると、あの、日記もね、すごい、なんか、淡泊な文章になる。私もう本当にね、そういうね、影響を受けやすくて。 だからそれこそ漱石先生ばっかり読んでた時は、やたらめったら一文が長いみたいな、ちょっと説明帳みたいなことがよくありましたね。今はもう何でもないよ。もう普通に書いてるからさ、で昔ごとさ、そこまで本も読んでないし、そんなね、作家さんの文体がそのままなんか乗り移るみたいなことはないんですけれども、あったね、そんなの。よいしょ、ピッと。 花粉がやばいわ、やっとくか、えーっと。花粉襲来とか書いておこうかな。あとね、なんかまあ、あるあるだと思うんですけど、おすすめの本とかさ、聞かれるとめちゃくちゃ困るっていうね。いや、なんで困るかっていうとさ、別になんか自分、そこまで多分、すごい大衆受けするやつって全然読んでなくて、 だからなんか私の場合はもうほんと作家さんがおすすめしてる本を芋づる式で読んでいくっていうような感じなのであともう最近はさその Kindle とかで読んでるとあのこんな本をなんか購入した人におすすめみたいな感じでおすすめが表示されるのよそれを片っ端から読むみたいなこともやっておりますだから一回コミックエッセイを読み始めるとほんとコミックエッセイしか出てこなくなってコミックエッセイを読みまくるっていうね花粉が来う。 気のせいだと言い気か,せる言い聞かセルが入んねえなセルよいしょでこれはあれだな動画でやったんだよねえー、っと2022年の2月27動画でアップしたとよいしょえいあちょっと見て見て見てなってきたねインデックス畑に ちょぽ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 貼るだけでね、全然こういう風うになるんでね。なんかカラフルな、カラフルにすると余計、インデックス畑が華やかに見えますね。これは今日書いたやつだね。緑にするか。毎朝さ、ほぼほぼ毎朝血圧測ってるんだけど、私、最高の、最高血圧上がさ、100いかないんですよ。それってなんかもあれなのかな たださ、もうさ、この血圧、今低くなったわけじゃなくて、小学校の頃からずーっとさ、低血圧だから、低血圧すぎて、なんかあんまりね、その害もないのよね。別に朝が得意、朝は超得意だし、もう何、起き抜けに歌を歌えるぐらいには朝から元気なんで、まあ、高血圧の方がいろいろね、なんかいろんな支障が出てくるとは思うんですけれど、どうなんだろうね、あんまり低すぎるのも、 やっぱ内臓がしっかり働かないのかな <laughs> どうだろうよいしょ。もうマッキーの何がいいってさ、もうすぐさ、こういうふうにね、なんかペラーンってアクションしてもさ、かすれないっていうところよね。かすれたりこすれてインクがシャーってなることがないっていう。で、ここに一番端っこに貼っときましょうかね。 うん、ここまでだね。いや、でもここまででも、全然ね、あの、多分10ページもなかったと思うんですけれども、一応貼り終わりまして、結構わさわさしましたね。こんな感じで。だこういう感じで、まあ、1ヶ月、こういう風にインデックス畑を耕していくと、えー、最終的にね、あのー、こんな感じになります。<laughs> 何これだよね。 しかもめちゃくちゃ長い伏線ここに出てるし。多分後で、なんかチェックしとかなきゃ。何何？にああ、あれだ。そうだ。モンキーにさバ、バイクにさ、サイドバッグをつけようと思って、それの大体の値段とかを出したやつだ。それもピンキリなんだよね、ほんと。手帳万年数もピンキリあるけど、こういうね、他の小物もね、全部ピンキリだよね。こんな風にね。 毎日毎日こう貼っていくと、こういう風にインデックス畑が可愛く出来上がります。まあもちろんさ、こういうさ、インデックス畑が好きな人、私はすごい大好きなんですけど、苦手な人もいるわけで、そういう人たちは別になんか全然ね、こんなんでやらなくていいんですよ。これはもうほんと好きでやってるだけなんで、検索性とか度外視でやってます。<laughs> むしろ貼ることによって検索性が悪くなるっていうね。<laughs> なんで、皆さんね、もし、あの手帳をね、ちょっとなんか見た目をね、可愛くしたいなとか、あと新しい手帳とかってさ、なかなか愛着湧きづらいじゃんけど、その手帳の中身を、あのー、なんていうのこういうふうにインデックス貼り付けたりとか、ちょっとなんかシール、可愛いシール貼ってみたりとか、スタンプポーンってしてみたりとか、そういうことで、だん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 手帳の中身から、徐々に外側までこう愛着が湧いていくと思うので、皆さんね、もし、 超暇な時とかちょっと興味あるぜっていう人はねやってみてください100均とかでもね可愛い,いねインデックスがたくさん売ってるのでおすすめですということで今日も皆様見てくださりありがとうございましたバイチャー